洋都軍は、古事記、日本初期に伝わる古代日本の首都として営まれた、皇宮。第六代公安天皇暦102年に、第七代皇霊天皇により現在の奈良県四季軍、田原本町、黒田周辺の地に遷都されたと伝えられる。そのため、黒田安古宮とも言われる。ただし、正確な所在地については、諸説ある。いずれにしても、 高齢天皇以前の皇宮の多くが奈良県山間部に置かれたと伝わるのに対して奈良県中央に位置する大和盆地に選都されたことで大和国から河内国への進出、日比国平定など黎明期の大和政権の支配域拡大につながったものと見られている。高齢天皇歴76年2月に同天皇が崩御し第八大高原天皇により慶佐海限宮に 戦とされるまでの間、政権の中枢として機能したと見られる。伊予都宮の伊予とは、風流人など浮世を離れした者や僧侶が執務に、用いる質素な佇まいの小屋である暗室を指したり、あるいは軍隊を管理する陣営を指すことから、文字通り政権の統括者である、高齢天皇が暮らした住まいに由来するものと、言われている。 現在、奈良県や和歌山県を中心に、伊オドという名称が希少性として、数世帯存在するのうち具体的に誰を示すのかは、不明である。高齢天皇、黒田ロコと掘られた石碑奈良県四季郡田原元町、黒田には、伊オト神社があり、これが、伊オト宮の伝承地とされている。ただし、元々は、鎮守者として、同町の放落寺の境内にあったものが、 明治時代初期の神仏分離令により、現社地へ先座し、黒田村の氏神として引き継がれたという経緯の、記念名を持つ、石灯籠一体により確認できるのため、現在の伊予戸神社は、厳密には、宮跡とは言えない。これに対して、崩落寺には、伊予戸宮跡であったことを示す石碑が混流されている。かつてはここに25境もの道東伽藍が立ち並んで、いたが、 上元元年にすべて消失し、現在はわずかに一境に、再建が残るのみである。伊予戸神社には、祭人として、高齢天皇のほか、和赤石,石碑百重ね姫命、彦伊勢紗里の彦命、若竹彦命をはじめとする、巫女王女を含めた計七神が祀られており、毎年10月9日に大祭式礼祭が行われる。伊予宮は、皇する伝説のように、 桃太郎と卑弥呼ゆかりの地とされているが、伝説をうのみに捉えた場合、桃太郎と卑弥呼は共に、恒例天皇の巫子王女として兄弟であったということになり、それら兄弟の生誕の地としても伝えられている。そのため、これらの伝説にちなんで、共に物語の主役として人気のある桃太郎、卑弥呼というキャラクターを観光 PR のマスコットとして利用する向きもある。 高齢天皇の御子、彦伊勢去りの彦命、若竹彦命の兄弟は、山和政権の昇帥として、恩辣と呼ばれる製鉄に優れた、騎備国の武装勢力を制圧するために、騎備国に遠征しこれを平定したと言われている。さらに、両王子の軍勢は、佐伯国、出雲国にまで侵攻し、山和政権の支配を拡大させたと考えられている。ちなみに、 この時両王子が連れて行った犬飼部、猿飼部、鳥飼部と呼ばれる役職の家臣の一人が、元首相、犬飼武氏の祖先とも言われる、犬飼健命であったと言われている。このような両王子の活躍や、当時の大和政権と機微国との対立構図が、後世の桃太郎伝説の基礎となったのではないかとの、見方が有力視されている。これに関連してか、 現在でも岡山県や香川県では、両王子をモデルとする、桃太郎伝説や恩ンを鬼とみなす伝説の伝承地が複数箇所存在する。また、伊予都宮のある田原本町周辺は古く、万葉集にも読まれた桃の名所としても知られている。これらの古の伝承に由来して、両王子の故郷とも言える、伊予都宮が桃太郎の生誕地として、現在にも伝えられている。 さらに、高齢天皇自身による鬼退治の伝説や、伊予戸宮近くを流れる山和川周辺に伝わる伝説も、伊予戸宮が桃太郎ゆかりの地であると知られるゆえんとなっている。山和異国が近畿地方にあったとする説を採用する場合、高齢天皇の王女、和赤赤碑百重ネ姫命を卑弥呼とする説が有力であることから、 その王女、山とととひももそ姫命の故郷である、伊予都ぐが、ひみこゆかりの地とされる。伊予とがみの隣には、伊予ど池と呼ばれる池がある。また、その周辺には、弥生時代の黒田遺跡やからこ、鍵遺跡、橋墓古墳、古墳時代の前方後円墳である黒田大塚古墳、等がある。さらに、門前の街道は、聖徳大子がアスカから、 法隆寺へ通った大衆道であると伝えられている。ありがとうございます。